こんにちは。アマゾイスサポーター、堀秀夫です。今日は FBA 納品の時の準備ガイダンス。納品する商品に下準備、追加梱包や危険物の表示が必要かのチェックでね、プレップ、下準備がちょっと判断しにくいというのがね、質問がありましたんで、解説動画です。まず、このプレップ、ね、追加梱包が必要かどうかということなんですけど、これ例えばね、包丁を買った際ってむき出しで包丁が届くことはないんで、化粧箱で安全な状態で大抵は日本の場合届きます。で、この場合ね、安全な状態で届くんでノープレップというふうにね、判断しがちなんですけど、そうではなく、むき出しの包丁はね、シャープで危険物なんでシャープを選択してください。すべて、梱包なしの状態でね、安全か危険か、あれば壊れるか、なくなるか、そういうことを判断します。で、商品を納品する際にね、追加梱包しなくても化粧箱に入っていれば、それは、まあ、シャープの選択のままで、ノープレップで送れば問題ないです。まあ、こんな風に、包丁は大抵の場合ね、まあ、箱に入ってくるとか、ブラスターパックの場合もありますけど、まあ、いずれの場合も安全に届くと、ね。で、輸送中に、まあ、飛び出すことはないという状態であれば、そのまま送ると。まあ、この選択をね、間違えたからといって、そんな深刻な事態にはならないです。ただし、追加梱包必要なのにね、追加梱包なしで、危険な状態で、Amazon に届くと、ね、包丁が飛び出て届いたとかね、ガラスのものが割れて届いたという場合はね、これ、下手すると一発で納品禁止と、ね、なることがありますので、選択は適当でいいですけど、追加梱包なしでいいのかどうかの判断はね、慎重にしてください。もし自信がなければね、この商品このまま送って大丈夫でしょうかということでね、画像を送っていただければ、私の方で、大丈夫ですよとかね、こういうふうに追加梱包してくださいというふうにアドバイスしますので、写真を添えてお気軽にご質問ください。Amazon サポーター、堀秀夫でした。